山纵横，云涛飞流，多少豪杰壮志未酬，江东巨浪淘尽多少悲愁，天下英雄世事造就，风雨人生为梦想奔走，高处寒意不是谁姫様、お大事になさってください。姫様、見事なお芝居でした。芝居じゃないわ、本当に心が苦しいの。以前はよくお笑いになられましたのに。さすがの私も心を揺り動かされたわ。私は情に脆いのだ。だがこれからはより一層厳しく見張れ。はい、承知しました。龍能の件、早く進めないと。はい。それから長林先生のところへ急ぐのよ。はい、お任せください。神様、陛下はご病気なのです。お怒りにならず助けてください。チンが病気？違う！チンの皇帝が病にかかっただと？ありえん！上場は目の前だ、翔殿。ん？前回はわざと負けたことを幸運は知らないでしょうが、半蔵は見抜いたと。はい、幸半蔵の態度が
少し変だったとは。どこがですか。上場攻めを指示してくれました。我らが上場を攻め落とせたら幸運は我々の兵を分散させないと約束した。それは半蔵が一番望まない結果だ。だがこの戦は後押しした。矛盾すると思わないか。考えすぎです。幸運は一度口にしたことは引っ込めない。だからあそこでわざわざ反対しなかったのです。いつもの半蔵なら幸運に盾ついてでも己の意見は述べる。どうもおかしい。気にしすぎです。徐々に急ぎましょう。はっ、行くぞ。死者は何人だ。背後も400〜500人です。我が軍の死者も同じくらいかと。背後、背後、死者殿、大変です。戦況に変化が。どうした。秦軍の援軍が10,000余り。秦軍だと。そんな大軍どこから来た。候補の方角から来ました。戦闘の部隊はすでに到着したようです。半蔵は前から援軍のことを気づいていたな。だから我らを差し向けた。古だる君、俺たちを皆殺しにする気だな。ハイコ、援軍を頼みましょう。誰に頼む。幸運将軍です。奴らが援軍を送ると思うか。ではどうすれば。何が何でも攻めまくれ。ハイコ、今は戦うしかない。行け。はい、行くぞ。総進、はい、俺の護衛兵も連れて行け。はい、お前らも全員ついてこい。将殿。はい、子。陰謀ですね。やはり半蔵は俺たちが邪魔らしい。そのようだ。だからこの戦は続けてはならん。上場を攻め落とす前に我らは全滅してしまう。つまり将殿は今すぐ撤退しろと。そうだ。撤退してどこへ行けば。ん、俺たちはどうなりますか。流浪の民か盗賊か。ああ、
廃校。我らの死傷者は多すぎる。冒頭山から一緒の仲間たちは次々と討ち死にした。幸運が舞台を分けなくても仲間は減る一方だ。この先道はない。ええ、この先道はない。だが撤退はしない。進めば死ぬ、引いてもいずれ死ぬ。ならばこのまま攻め続けるしかない。勝てば死んだ仲間と生きている仲間にも両方に申し訳が立つ。この戦は絶対に勝つ。何だと、ふざけるな。死んでも持ちこたえろ。ギリギリのところで勝利したが、死傷者が多すぎる。特に冒頭山の時からの仲間が多く死んでしまった。このままでは半蔵が何もしなくても我が軍は滅んでしまう。仲間の亡骸を探し出し、家族に引き渡してやるか、ここで埋葬してやれ。いつの日か墓参りに戻ってこよう。背後捕虜を確保しました。貯蔵庫も押さえてあります。捕虜の数は問い以下5000人余り。よし、捕虜を3つに分け、我らの部隊に編入し兵力を補おう。将殿、5000人の捕虜は全て幸運に引き渡しましょう。貯蔵庫の中身も全て。なぜです？命がけで手に入れた戦利品なのに。お前に何がわかる。
一人残らず甲に渡せ。それから城壁の上に高家の軍旗を立てろ。劉邦の奴が城城を攻め落としてしまった。奴の死体を回収するつもりだったのに。公領殿、廃校は野心家ですな。どう見ても分が悪かったのに兵を分散させまいとして命がけで戦い、結果勝ってしまった。このままでは独立するでしょう。後の災いとならぬよう今のうちに始末すべきです。半蔵殿、劉邦に対していい印象はありません。だが秦を倒すという目的においては、ああ我々は一致しています。天下の力を集結して秦に対抗すべきです。どうし打ちはできない。公領殿、それが天下を狙う男の言葉ですか。いささか考えが甘いとお思いですか。うん、お言葉はありがたいが、しかし私にも考えがある。廃校は城城を落とした後、戦利品には一切手をつけず、食料などもすべて我らに献上しました。まさに進化の行いだ。天下の時勢がはっきりしておらぬうちにこそ人心は掴んでおかないと。私も叔父上と同意見です。うん、半蔵殿、劉邦への褒美はどうするか、武とよく話し合ってください。細かいことに口出しはしません。考えが異なればどうなさいます。半蔵殿は読みが鋭い。半蔵殿に従いますよ。うよ、半蔵殿によく学ぶのだぞ。はい。皇宇将軍のお考えは、約束通り褒美を与えてやるべきです。5000人の捕虜ですが、3つの部隊に分けてはいかがでしょう。一つは甲将軍の部隊に編入する。一方で劉邦の部隊を2つに分けて、それぞれ捕虜の部隊と混ぜます。そうすれば元の兵は分散され、劉邦は勝手に独立できなくなるでしょう。その件ならもういいでしょう。劉邦には城城を落とせば兵は分散しないと約束した。一度口にしたことを撤回はできません。約束事などどうにでもなる。軍師殿、例えばこの矛を8000の本体とする。最高の軍です。これを英夫が率いる数万人の烏合の衆とする。金属や石は貫けないが切れ味は鋭い。そうだな。二つの武器を縄で一つにまとめたら使いやすいですか。え、軍の支配力は強まりますが、せっかくの優秀な精鋭部隊に烏合の衆を合わせては軍の質はガタ落ちです。皇宇将軍、そういうふうに判断してはいかん。考えてごらんなさい。我が軍の兵力はこれからも増大します。
おそらく30万にも達しましょう。それら全てが江東の出身とは限らない。各地の兵も含むでしょう。その時項羽将軍は総帥か先鋒のどちらになりますか？私は自分の肩書きなどどうでもいい。秦の精鋭軍を探し出し、精鋭中の精鋭である召喚率いる秦軍と歴史に残る決戦を繰り広げてみせますよ。それは一人の将軍としての考え方だ。総帥ならば思考を巡らせ、どっしり構えねば。召喚は決戦を望んでおりません。奴の考えはどうでもいい。とにかく追い詰めて殺してやる。ならば私からは言うことなどないな。光陵殿は全権をそなたに託した。私の助言が気に入らなければ別に聞かなかったことにしても構わない。お好きにどうぞ。将殿、うん、今回の上場攻めで死傷者は何人ですか？継承者を除いて死者は1000人以上、重傷者は700人ほどだが、戦の前項羽将軍からもらった2000の兵がいる。数は変わらん。全体の数はどうでもいい。それより知りたいのは死んだ者たちのことです。奴らはなぜ戦ったのか。ささやかな食い物のために兵士になったのか。生きていた人間が一瞬で戦場の露と化した。なぜでしょう。将殿、冒頭山から一緒の仲間たちが次々に死んでいきました。俺たちは残った。それは私も同感だ。我らはどの戦でも先鋒だ。一番難しい役目を押し付けられる。苦しい思いをするのはいつも我らで、死傷者も一番多い。分散されなくてもこのままでは古くからの仲間は死んでいなくなる。廃校、身を守ることを考えた方がいい。俺だってそうしたいです。でも無理です。そうだ、そういえば投降した5000の捕虜を項はどうするんでしょう。まさか欲しいと要求するつもりか。やめた方がいい。なぜです。半蔵が最も警戒しているのは廃校、最も恐れているのも廃校。これまで何度も我らの兵を分散させるよう項羽将軍に提案したが聞き入れられなかった。もしも5000人の捕虜のために波風を立てれば不利になる。俺が兵を要求するのは兵力を増大させるためではない。将殿、あなたはまだ俺が何を考えているのか分かっていませんね。ご教授を。俺は欲張りではない。考えてみてください。俺たちが上場を落とせたのは兵士たちが有能だったからでしょうか、それとも指揮官が有能だったから。どちらも違う。上場を落とせたのは敵方の城を守る兵士たちが生きたかったから。死にたくなかった。だから城門を開いて投降したんです。もしもあの時投降してもしなくても殺されると分かっていたら門を開けたでしょうか。投降したでしょうか。もしも必死に抵抗されていたら、おそらく死んだのは俺たちです。うん、確かに。わかりました。しかし長領殿は出発の前に
こう助言されていた。項羽将軍への不満を表してはいけないと。反論するなどもってのほか。考えてほしい。そんな余裕はありません。まず5000人の捕虜を手に入れるのが先決です。手に入れれば入れた分だけ捕虜の命を救えます。彼らは捕虜だが尊い命だ。家畜ではない。俺はずっと考えてました。戦に明け暮れるのは勝つためか、人殺しのためか。アイコ、果たして言うべきか言わざるべきか。もしもアイコが聞きたいなら話す。だが嫌だと言っても話す。何です？アイコ、あなたはもう止水艇の艇長ではない。そろそろ襟を正してみては。というと？言葉と姿勢を。ああ、こうですか。そう。報告します。廃校が見えました。通せ。はい。失礼します。さて、感謝します。項羽将軍、一つお願いがあります。なんだ？5000人の捕虜を生かしたい。項羽将軍、昔から捕虜を殺せば不吉とされています。災いを招きます。つまらぬ話はよせ。真の兵士は民を苦しめた。その国が受けた苦しみは血で償ってもらう。確かに真の兵は憎い。鎧をまとえば我らの敵です。だが脱げばただの民に過ぎない。5000人の命がかかっています。どうかお考えください。そちらの死傷者は？2000です。投降した捕虜は何人？5000です。では捕虜で兵力を補うよう命ずる。あ、軍旗に照らせば捕虜の処分は攻略した者が決めることになっておる。廃校は損失が大きい。やはり投降兵を受け取るがいい。いりません。なぜだ？なぜ断る？項羽将軍はそなたの兵を分散させず、さらに5000の捕虜を与えるとおっしゃっているのに、なぜだ？兵力が増えてよいではないか。私は項羽将軍の配下にいます。戦利品と投降兵の処遇は項羽将軍にお任せします。私の自由にはできません。本気か？はい。私に託すなら全て殺す。将軍、少し前に定めた軍規だ。楚軍の太鼓を聞いて投降しない者は占領後全て殺す。覚えているか？はい。私が捕虜を殺さなければ天下に示しがつかないではないか。誰も皇軍を恐れなくなる。答えろ。殺すべきか？殺すべきか？
はい。油だ。勝利将軍、勝利将軍、俺だよ、俺勝利将軍だ。見ろ、四国、四国なのか。そうだよ、四国だよ。元気にしてるか。ああ、この前の酒代覚えてるか。忘れるはずがないだろう。こんな遅くに俺たちを呼び出して何の用だ。それは、その矢はいつ放ちます。ご命令を。私が去った後で矢を放て。はい。門が閉まった。逃げろ。構え。遅いな。ハイコ、ハイコ、ハイコ、ハイコ。五千人が殺された。全員？全員ですか？
今の幸運は強大になった。神話に出てくる鈍乱な怪物のようだ。だがいずれ自分も飲み込んでしまうだろう。俺たちはどうやって勝った？死を恐れる仲間たちが死を恐れる神兵たちと戦った。結果真の兵は皆死んだ。俺たちは生き残った。翔殿は怖いですか？愛子というと？死ぬことです。死に方による。ロアン。はい。お前は怖くない。終物は廃校のためなら喜んで。ハンカイ。怖くねえ。怖くありません。平気です。黄泉の道は行ったら引き返せんぞ。お前らは平気か？俺は怖い。にしたの。多くの遺体が横たわっています。浮き様、見ないでください。いいえ、目に焼き付けるわ。幸運がやったことよ。ひどすぎる。なぜこんなに残忍なことを。浮き様、約束してください。命ある限り希望を持って生きていくと。緑衣、安心して。私は生き続ける。復讐を果たす時まで。山を降りたら別れましょう。自由になってちょうだい。そんなの嫌です。おそばにいます。なぜこんな軽率なことをしたのだ。何をお怒りですか？なぜ捕虜を殺した？祖軍の太鼓が鳴った時に投降しない者は全員殺す軍旗です。昨日捕虜の処遇をどうするか聞いた時、なぜ答えなかった？いい、初めから殺すと決めていた。そうだな。そんなに人殺しが好きか？それとも皇居の人間には残忍な血が流れているのか？命令は絶対だと叔父上もおっしゃった。神は投降した捕虜を無残に生き埋めにした。お前も同じように人々に恨まれていいと思うのか？いいえ、私は新兵に教えたかっただけです。どれだけ本気か。すぐ投降しなければ
情けはかけると。誰か無を拘束して謹慎させろ。将軍、しかしよく聞け。お前は今回あるものを失った。とても大切なものだ。何です？天の道だ。連絡があって通信に会えるようにしたと。そう、どこで？今夜例のあばら屋で。ただしお一人でとのことです。あなたはここにいて裏口から行くわ。はい。そうだわ。姫様、お待ちよ。神儀様、よくいらっしゃいました。スージン様は裏の小屋にお見えに。そこは静かで誰も来ません。早く案内して中で待ちます。ええ、神儀様にはご足労いただいて恐れ多いのですが、ご案内まではちょっと。すぐご案内します。気をつけて。どうぞ。こっちです。どうしたの、メーカー？姫様はお休みよ。お薬を持ってきました。熱を出された姫様に届けるよう超上昇に言われて。为爱而生，为。